規模で僕らは変革期かもね。進化の時迎えたんだ。どんなちっちゃな謎も捨てちゃおけないよ。疑問がもう止まらん。ダーウィンだって誰だって不思議の種を見つけたら、きっときっと結末が知りたくなるんだ。かくれんぼ、天天パ、やってみたいことで好きな君と好きなだけやってしまおうぜ。初めの忘れちゃうのかな。不思議の海の探し方を未来的目指してさ出かけ